っしゃ。完全なる覚醒、完全なる覚醒、完全なる大覚醒。雷大文字、吹雪、破壊光線来た。よし、一つずつくれ、全部だ、全てをこの全てをこの手に。破壊光線を欠勤に覚えさせるんだよ。実質 ノーリスクで破壊光線が打てる。負ける気がしないね。もうあらかじめ覚えさせておこう。え、おい、ちょっと待て、おい、とんでもないもの見えて、おい、きたーきたー、とんでもないものを手に入れてしまった。俺にボコられました。純一さん強いですね。で、戦った感想を言わせてもらいますと、正直私もなかなか強いかもと思っちゃいました。最後は結局負けちゃったけど、いい試合だったな。でも私に苦戦してるようじゃまだまだですよ、純一さん。対戦後、対戦の後、純一さんに今の対戦の感想を聞く。なんで言ったっけな、てっかりって答えてくれました。正解、過去の加藤純一、正解。あ、てめえ、この野郎、見せてやろうじゃないか、影坊主、こら。貴様に、全てを終わらせし、光線見してやろうじゃないの。くだらんポケモン。俺はそういうスピリチュアル系の物事大っ嫌いだから。あばよ。じゃあ誰かにシャドーボール覚えさせようぜ。おっと危ない、おっと危ない、おっと危ない。え、シャドーボール物理、おいおい、じゃあよ、おい、光るのよ、剣舞の恩恵をゴリゴリ。ゴリゴリに受けていく。これ光るやばくね、なあ、ね、ちょっと強くない、鶴舞つばめ返しシャドーボール破壊光線。お前今日の始まりの光の比較動画作ってみろよな。メザパ炎しか覚えてなかったんだよ。フラッシュ、居合斬り、メザパ炎、あと何、フラッシュ、居合斬り、メザパ炎、影分身しか覚えてなかったんだよ。嫌にすべ、これが一生懸命育ったらこれよな。お前はやり手王でやりやがって、この野郎、お前てめえ、ヒカルさん出てきたら、はあ、これが加藤純一の怒りだ。死で償え、勇気の剣の前、前ヒカル、風光り、ああ、とんでもとんでも超火力ヒカル。ただモロハの剣だぞ。破壊光線撃てれば勝てる。自称したらおそらく自らの筋肉の膨張に耐えきらずに光が死ぬ。いけるな光、もう自らの筋肉の膨張に耐えられなかった。